あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きし、現在成功している方でも必ず、様々な困難がありターニングポイントがあります。現在、過去、そして今後どうしていきたいのかっていうようなことをお聞きしてですね、リスナーのあなたの、一歩のきっかけにしていただきたいという思いから始めさせてお届けさせていただいております。MC が株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。今晩もよろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の支援もぜひお聞きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、またよろしくお願いします。この番組はですね、沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾より20時までお届けさせていただいておりますので、最後までお付き合いください。そしてですね、最後はまた、これ笑っていいとも方式を導入しておりますので、ゲストさんから次のね、ご紹介していただく方、ゲストさんをご紹介いただくと、まあそんな感じにこうなっておりますので、最後までお付き合いください。そしてですね、FM 宜野湾さんと、私のその一歩前の、YouTube のチャンネルの方でも、見ることが実際。これね、ラジオはお聞きするだけですけども、YouTube の方に関してはこの画像がね、出てますので、それも合わせてご覧いただければありがたいなと思います。さ、ということで、お待たせいたしました。僕はずっと喋ってもあれですけど、今日のゲストはですね、何ですかこのためはみたいな。すいません。今日のゲストは、有限会社、丸吉運輸の吉里邦夫さんです。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。吉里さんは、総合放送株式会社の代表取締役社との、川上さんからご紹介いただいてお越しいただいているんですけども、結構長いお付き合いなんですか？そうですね。川上社長とはですね、まあ、10年ぐらいのお付き合いなんですけども、まあ、あるお客さんの、まあ、コンペに参加するようになって、はいはい、まあ、総合社さんという、かかる社長を紹介してもらい、はい、まあ、今は一緒にお仕事も共にさせていただいております。なるほど。お仕事も、ゴルフも、まあ、モアイも。そうなんですね。ね、はい。どちらかといったら、その遊ぶ方の方が時間が多いですけどね。いや、でも実際、でも遊ぶことからお仕事でね、つながりますし、先日もすみません、美味しいおでん。おそんなにました。いやいやいや、もう行きたかったんさ、あそこの方で。また、手びちが、手びち僕あんまり好きが苦手なんですけど、けどめちゃくちゃ美味しい。いや、僕も実は手びちは食べきれなくて、はい、あちらのお店のしか食べれないんです。ですね。いや、あれ美味しかった。またね、沖縄に来れた時は、僕は内緒で連れて行きますので、ぜひお越しください。まあまあさ、そのおでんの話はちょっと置いといたとして、まあ本日はですね、またいつもの通り、まあこれゲストさんの、まあいろいろ生い立ちからいろいろ話をお聞きした上で、そしてターニングポイントっていうこともね、お聞きしていきたいなとこうやって思ってますので、まあそんなことから、お話が実際できればと思ってるんですけども、まず、吉田さん、沖縄の方で。そうです。沖縄、生まれの沖縄育ちです。はい。で、その、じゃあ、小、中、高とずっと沖縄、ね。そうです。はい。ですよね。大学までですね。あ、大学まで、はい。どんなお子さんだった？ですね、僕たち、まあ僕は今、57歳で、はい、まあ、小42年の生まれなんですけど、はい、当時は、非同盟馬ということで、はい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 。まあ、出産率が低いという。うん、はい。時でしたね。存じてます。はい。まあ、まあ、当時は本当に貧しい時代でですね。うん、まあ、まあ、うちも貧乏だったもんですから、はいはい、まあ、駄菓子屋の前に人が落としたものを、はいはい、こう拾って食べてるという。うん、なるほど。今でいう3秒ルールが3分ルールぐらいの結構高い。なるほど。なるほど。はいはい。ですね。いや、でも実際だって貧しい。まあ、僕も実際すごい貧しかったですし、今、吉田さんおいくつですか？ 57 ですね。じゃあ僕の7つ上、はい、ですもんね。っていうことは、オリンピック4年後 ?1963、67年、ね、ですね。ですよね。しかも元旦生まれなんですよ。そうなんですよ。めでたい。そうですね。今、まあ、元旦なんですけど、はい、まあ、さらにまあ、めでたいというか、双子でして。あ、そうなんですか。はい、弟がいまして。あ、まあ、今は双子は結構いるんですけど、当時は双子が珍しくてですね、はい、それの元旦の双子ということで、うん、まあ、ちょっと新聞に、生まれて2日目で新聞に載せてもらって。なるほど、なるほど。じゃあもうなんか最初から何かを持ってらっしゃるような気はするんですけど、うん、とはどうなんですか、その、じゃあ、
先ほど大学までってお話でしたけど、はい、まあ、会社社長さんやってらっしゃって、お仕事もこう順調でやってらっしゃるっていうことは、まあ、さぞかし、もうエリート街道を。いや、そうでもなくてですね。はい。まあ、子供の頃は割と、はい、まあ、勉強嫌いで、はい、どちらかといったらもう外で遊ぶ。はい。まあ、家にはなかなか、遅く帰って怒られるという流れで、うんうん、ほとんど勉強できずですね、はい、まあ、親戚の方から、こいつはやばいぞと。はい、こいつはやばいぞと。はい、もう、親戚から高校に行けないのは恥だと、うん、いうことで、もう小学校の時から沖縄水産私立の、はいはい、まあ、学校を目指したら失礼なんですけど、はい、まあ、そちらだったらお金を出せば入れるんで、なるほどね、そちら行くようにということで、はい、もうずっとやってましたね。なるほど。沖水、僕、内地の人間からすると、沖水はもう、唯一というか、初めて沖縄の高校でベスト4とか8とか行った時ですね。だから僕は全然その沖水はすごいいいイメージはあるんですけど、まあでも学力とかうんぬんで言うと。そうですね。もともと船乗りさんで体力があって、ガッツがあれば、まあ、遠方に出て、何ヶ月も行くという。なるほど。そういう、まあ、学校なんで。なるほど。だったんですね。まあでも実際そこに、まあっていう話のところから、はい、けど、まあでも、あれでしょ、中学校の時に、いや、なんか、だから勉強がうんぬんかって話だったんですけど、なんか、数学とか、なんか、何かにこう、数学にはまられたんですか？そうですね。たまたま、休み時間に、はい、まあ、同級生が、こう、はい、まあ、優等生の同級生が集まって、はいはい、何して遊んでるんだろうなというのを覗いたら、はい、それが数学だったっていうことで、はい、まあ、興味を持てば割と、まあ、難しくないなと。はい。僕は実は算数はできないんですよ。はい。算数はできない。はい。はい、でも数学はできるようになってます。普通逆だけどな。はい。そうですね。掛け算くとかは、はい、もう当時は分からないものですから、はい、全部足し算で。はい。もう掛け算くを足し算でやってたという。あ、なるほど。あ、できないからね。そうです。算数ができない。そうそうそう。え、でも算数ができ、僕算数はできましたけど、数学できなかったんですけど、うん、でも数学は、いや、なぜかですね、ゲーム感覚で入ったもんですから、まあ、勉強してる気は全くなくて、はい、まあ、いつの間にかこう、できるようになり、まあ、いろいろと、はい、まあ、この人たちに追いつけようとして、はい、やってたら、はい、まあ、いつの間にかできてたって感じですかね。いや、多分ですね、いつの間にかできないと思うんですよ。多分リスナーの方は、いや、絶対できないと思ってらっしゃると思うんですけど、でも多分、その勉強されたんでしょ？それがですね、うん、勉強っていう感覚ではやってないですね。もう、まあ、ゲームっていうか、クイズっていうイメージでやって、はい、まあ、謎解きをしてるような感覚でさせてもらって、はい、そうすると、いつの間にかこうできつつ、まあ、数学とかなると方程式とかもありますよね。その方程式を覚えるのは難しいね、はい、なぜこの方程式ができるんだろうっていうクイズを解いていたら、もちろんなってる。うわぁ、それがすごいわ、そっちの方。だってそもそもですよ、大体方程式が分かんないからこれを覚えたらいいじゃんっていう勉強の仕方、うん、ね、しますよね、うん、でもそれは覚えられないから一個ずつ紐解いていこうって、なんでなんだろうっていう。いや、だからですよ。いや、ちょっと面白い面白い。それで、あれですよね、中学校なんかお聞きしましたけど、はい、先生の代わりに教壇に立ってたとか。そうですね。先生が、まあ、休んでる時は教壇に立ったりはしてますから、まあ、試験の前には、友達の家に行って教えてあげて、はい、まあ、それおかげで、まあ、女子生徒のオタクも訪問させてもらったり、はい、いろいろやっぱり得はありました。そういうところからですね、はい、なるほど。でもそんなところがあって、でもその同じ仲良かった賢い方々、はいはい、その友達ね、はい、友達がやっぱテストではいつも100点取る。そうなんですよ。いつか抜きたいと思っていたんですけど、まあ僕も当時100点だったんで、はい、で、まあ、その友達も100点だと、はい、いつまでだと抜けないというこのペースが勝ちたいと、はいはい、ありましたね。なるほど。勝ちたいと思うところからどうしたんですか？ですね、まあ、その時と、あ、まあ、高校卒業、あ、中学を卒業して、はいはい、まあ、高校進学ということで、はい、まあ、その友達たちは、まあ、優等生なんで、はい、まあ、ちょっと名の通った高校に皆さん行くと、はいはい、で、僕の場合も本当に運よく、本当にちょっとお話しましたけど、日の山ということで、はい、定員不足だと、はい、で、僕の成績でもそこには行けるということだったんですけど、
あえてもう、まあ、学力で語らないんで、うん、まあ、彼が当時中学校でバスケットのキャプテンをしてたんですから、はいはいはい、じゃあバスケットで抜いてみようということで、はい、まあ、あのちょっと遠い学校のランクの下の高校に、はい、あの進学したということです。なるほど。え、そのバスケはご経験あったんですか？ないです。ちょっと、全く。普通でも、もうちょっとなんか自分が得意な分野で、だったらいけるな、みたいな感じ。当時はですね、もう得意なものもなく、はい、まあずっと外で遊んでたんで、はい、遊ぶことは得意ですけど、はい、なかなかこの、部活とか、そういうのはほとんどやってなくて。じゃあ、その、っていう、やってない部活、バスケで勝とうと思って、はい、まあ勉強じゃ同点だから。うん、だから、バスケは勝とうと。はい、って言って、やられたわけですね。そうですね。で、その友達はバスケは上手だったんですか？そうですね。キャプテンだったんで。あ、そうか、そうか。まあ、あの、上手でありましたけど、まあ、でもそんなに強い高校、あ、中学ではなかったんで。なかったね。はい。だそれが、まあ、別々の高校に行って、勝ちたいと思った、よし、国尾少年は、はい。まあ、練習とかされたんで。そうですね。もう、高校はもう入る、合格は、手不足なんで、はいはいはい、あの入学できるのは決まってたので、はい、まあ高校入試終わったらすぐ、うんうん、あの体育館に行って、はい、バスケットに入りたいと、はい、いうことで、もう高校の合格発表の前からバスケットをやり、はい、で、まあ、行ったんですけど、やっぱりどっしり大人なんで、はい、バスケットシューズと思って買ったシューズが、はい、ハンドボールシューズだったので。それを気づかなかったんですか？はい、そこから、あの、まあ、先輩たちに聞くと、お前は3日で辞めると思ってたので、まあ、後から笑い話もあります。その、まあ、その、何ですか、入学前に部活入りたいですって行かれて、え、じゃあ、どんな努力をされたんですか？そうですね、まあ、1年生で、はい、まあ、2、3ヶ月経つと、はい、部室の鍵を預かって、はい、まあ、授業が終わって、はい、皆さんホームルームの時間帯に、はい、まあ、とりあえず足も遅かったもんですから、はい、身長も低いし、はいはい、バスケットも素人ということで、はい、まあ、絶対勝てないじゃん。そうそう、はい、もう競う競技ということで、毎日、10キロ10キロ走って、それから、体育館でシュート練習ドリブルをしてると、まあ、あのみんなが集まってくると。あ、いいメンバー。すごい。いや、僕は小中あのマラソン早かったんですよ。だからマラソンが早かったからもっと勝ちたいと思って10キロ走ってましたけど、うん、けど好きな10キロと好きじゃない10キロって、うん、そうですね。最初の1年間はとにかく苦しくて、うん、もう走ること苦手なもんですから、はい、とにかくきつかったですね。ただでも、その友達に絶対勝ちたいっていう思いが。そうですね、その高校と試合をして勝ってみたいという。ああ、すごい。え、それでですよ。じゃあ、その、国尾少年がやられて、苦手なバスケうんぬんところがされて、結果高校ではどうなったんですか？結果高校はですね、まあ僕もまだ、あの、全然レギュラーではなかったんですけど、うん、その高校と試合するときはレギュラーだったんです。はい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 、はいはい。出させてもらって。はい。最初のやっぱり1回目は負けました。あ、1回目は負けた、はい、なるほど。それからまあ何度かこう、試合を申し込んで、まあ、その後はもう負けることはなかったんですけど、あ、1回目は負けたけど、はい、それ以降ずっと勝ち続けた。そうですよ。1回目負けた理由は、僕がまだバスケットできないのにレギュラーなんで、うん、僕の方から試合申し込みに行ってるんですけど、はい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 、出してもらうんだけど、僕が足を引っ張ってたと。そう、またそれも悔しくて練習した。うん、わあ、いや、めちゃくちゃ努力の人じゃないですか。いや、もうバスケット、それで負けたことで、部活が終わって、はい、それからまた10キロ走って帰ります。なるほど。え、まあ、その超負けず嫌いな感じにやっぱ見えるんですけど、で、実際その、まあ、2回目から勝ったじゃないですか。はい、2回目勝たれて、どうだったんですか？や、どんな気持ちだった？まあ、やっと、まあ、追いついた、追い越したという気持ちですかね。そのテストでは同点。でも絶対こいつの強いところの得意のバスケで、で僕が苦手なところでこれで勝ってやると。そうですね。っていうところでこう練習されてこうやって勝っていったと。そういう流れになりますね。なりますよね、はい。どう考えても努力の人なんですけどね。でも楽しんでやってらっしゃるんですかね。楽しかったです。やっぱり、1年の時はもう、苦手なマラソンとかも大変だったんですけど、はいはい、その後、やっぱりどうしても慣れてくると、
走るのも好きになってきて、はい、まあ、好きで走るという流れになってくると、うんうんうん、苦手なバスケット、中学校の時は後ろから数えて頑張ってだったんですけど、はい、高校の時はですね、全校生徒で10番まで。すげー。ただ、この10番だったんですけど、バスケット部がそのうち斜め行ってですね、バスケット部の中では遅い方ですね。なるほど、なるほど。いや、そうか。いや、でもその、でもじゃないですけど、ね、さっき日の絵馬って、うん、まあ僕はその宿命館っていうのをやってるのであれですけど、うん、木下土木星ある中で、うん、まあ夏の太陽の、が日の絵馬なんで、もうほんと気象が激しい荒いとか、っていうようなことの、まあ大生まれの方なんですけど、うん、まあそもそも多分、強い勝ちたいとかっていうようなところはお持ちですし、何かをやるって言ったら思ったらその、情熱の時に確かいける年の方なんですよ。ひねり生まれて。風が少ないと言われますけど。もともと持ってもらったものですから、ね。のもあります。あると思います。さあさあ、それでバスケで実際その勝ちました。やっと勝ったところなんですけど、その後大学に行かれて。そうですね。大学は夜間だったもんですから、はい、まあ、お昼は大手の方、まあ、工場でアルバイトをし、はいはい、で、まあ、夜間、大学ということだったんですけど、うん、当時、この、アルバイトした会社さんが、はい、結構好調で。結構好調で、はい。はいはい。もう僕なんかは8時から5時の約束だったんですけど、はい、毎日2時までの残業で。ありがたいことに。大学は1週間しか行けませんでした。なるほど。じゃあ大学に行きたいっていうふうなことはあんまりなかった？なかったですね。たまたま、担任の先生が、うん、お前は大学行った方がいいということで、まあ、推薦書を出したらたまたま、まあ、推薦で受かったという。受かったよと、うん。なるほど。じゃあ、あれですね、その、高校に関しては、その友達に貸したいってなって、はい、で、大学に関しては何かやりたいことがあって行ったっていうわけじゃなくて、なんとなく行ったと。なんとなく、そうですね、もう、担任の先生の勧めでですね。なるほど。って言ったら、その、お仕事、ね、ありがたいことに、いたって1日5時間残業でしょ？どう考えてもアウトですよね。今、ご時世じゃアウトですよ。アウトですよ。まあ、当時は、とにかく、もう、終わらないと帰れないと。うん、帰れないし。ね、その分だけ稼げますからね。ところがですね、やっぱり、時給がなんて安いもんですから、はい。僕たちが490円。490円あ、いました。いらっしゃいました、ここにも。はい。490円の時給なんで、どう頑張って夜中まで、はい。頑張っても、もう全然、ですね。なるほど。いや、わかりますよ。僕も、高1の時にバイトしたのが山口で、サラダのバイトだったんですけど、380円ですからね。そういう時代ですね。でしたらね、はい、なんでみたいな、うん。まあまあまあ、そんなね、アルバイトの中身というか、アルバイトその2時まで、普通だったら逃げ出すところもあると思うんですけど、うん、まあそんな話をこれ、中盤は、一旦前半はここで終わりまして、中盤からそのね、お仕事の話に多分こうなっていきますので、その話をお聞きさせていただきたいと思います。では一旦その CM をどうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。
さあ、中盤に入ってまいりました。本日のゲストはですね、有限会社森吉運輸の吉里社長でございます。さあ、ね、さあ、友達にも勝ちました。数学で学校の先生の代わりに教壇に立たれて、で、そしてバスケで勝ちたいと。っていうところからバスケこう一生懸命やり、全然足も遅いし経験もないし背も低いっていうようなところから、努力されて練習されて、で、やっと勝つことに実際になったと。っていうことで、なんとなく大学に行ったと、っていうことになったんでしょうけど、まあ実際リスナーの方もなんとなく、進路を決められる方もいらっしゃったと思う、多いと思いますけど、それでアルバイトされることに実際になって、はい、で、工場でアルバイトしたら8時5時のはずなのに夜中2時まで働いたと。稼ぎたかったってことなんですか？ではなくて、やっぱり仕事なんで、はい、まあ、当時はね、まあ、きつい仕事であったんですね。はい、でそれで、やっぱりどうしても、人を入れてもすぐやめると、はいはいはい、いうことで、まあ、でも僕の場合、バスケットしてたんで、はい、全然バスケットに比べれば、はい、もう仕事なんて全然きつくなかったんです。あ、なるほど。そんなきつかったんですね、バスケね。うん、はい、それで、まあ、楽しくて、まあ、仕事を、まあ、先輩たちと、いろいろよくしてもらってたんで、楽しく、まあ、まあ、やりますということでずっと残業してて、はい、で、それで一週間で大学も、まあ、辞めたってわけじゃなく、はい、まあ、行かなくなって、はい、まあ、クビになって、はい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 、なるほど。で、それ大学はもう、はい、諦めてたんですけど、はい、まあ、ある先輩たちとの会食の場で、この、僕たちから見る、この仕事できる、できないという、はい、つながれを、の中で、はい、まあ、できたい、できないというか、この、全然違う人が出世していく話を聞いたときに、はいはいはい、ある先輩が、はい、やっぱりこう学歴が大事で、はいはい、中卒、高卒、大卒では、出世が違うと、うんうん。あ、確かに当時そうでしたね。でしたですね。実力より学歴という形だったんで、うん、まあ、それで、まあ、上司に相談をして、もうちょっと大学に戻りたいと。あ、なるほど。もうやめようかなと思って、もういいかなと思ってたけど。けど、はい、まあ、大学に戻って、まあ、当時酒を飲みながら先輩たちに、僕が大学で、大学卒業してまた戻ってきたら、その流れを変えたいと。はい。この会社の流れをですね。っていう話をしたら、分かったと。いうことで、まあ5時には仕事を終わらせてもらって、はい、それから、まあ、2年以内、ちょっと学長さんの面接で、復学ができるというルールを知りまして、はい、で、それでじゃあ戻ろうと。はい。いうことで大学に戻って、それから4年で卒業し。はー、はい、卒業し。なるほど。じゃあ、ちょっと待ってください。なんでアルバイトの人がですよ、うん、この会社の組織、うんぬんとか、形態を変えたい、体質を変えたいっていうふうに、そうですね。なんか世の中ちょっとおかしいなっていうのは、仕事できる人が出世できず。なるほど。まあ、学歴。はい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 。大学卒、あの人は大卒だからっていうことで上がっていく。うんうん。というのにちょっと疑問があってですね。疑問があってですよ。疑問があって、普通、まあ僕だったらですよ。じゃあ、納得いかないわと思ったりして、うん、なんで高卒だったらあかんねんって言って、うん、ここで多分抗おうとすると思うんですけど、うん、大学に行かれて卒業して、で、変えてやるって思うのは、なんでだったんですか？やっぱりその、一緒に働いている人たちが好きだったからじゃないですか。その人たちの環境を変えてあげたい。じゃあ大学卒じゃないと、物申せない。そうなんです。あ、なるほど、はい。聞いてくれないって。まずスタートラインに立てない。わかりやすい。あ、そうか。じゃあ、その思いから、まあ大学も実際卒業して、で、アルバイトしながら。そうです。しながら。はあ。で、卒業しました。ってなると、その会社さんに。実はその会社も、まあ、割と沖縄で大手なんで、はいはい。採用かけてないんですよ。あ、なるほど。採用かけてない。うん、かけてないんで、はいはいはい、まあ、大学は卒業したんですけども、うん、この会社を辞めざるを得ないと。あ、なるほど、なるほど。採用してないから。うん、そうなんですよ。という話を上司にしたら、はい、じゃあ上司の方が本採用だと、はい、まあ、残るのかっていうお話があって、はい、まあ、もうほとんど無理なお話だと思ってたんですけど、まあ、本採用でこの部署に行かせてもらうんだったら残りますという話をしたら、もう当時はですね、採用、1人採用100名ぐらい応募があるような会社です。そうでした、そうでした。はい、で、そこで、
試験もなしで、そのまま普通にこう採用ということはまずないと思ってたんですけど、なぜかそれが叶ってですね。なんで叶うんだろうな。はい。まあそれで、まあ、とりあえず、社員という形で、させてもらって。はい。はぁ、はい。いやいやいや、ラジオのリスナーの方は、なんとかスルーっと聞いてらっしゃると思うんですけど、ないですよ、普通。そうなって、ハンザー直樹みたいじゃないですか、ハンザー直樹みたいに、こんな功績を上げて、こう、ここで、こうだから、この部署に行きたいっていうのは、わかりますよ。でも、アルバイトの人が、そうですね。採用もしてない、中に、多分今、なんか隠してましたよ、なんか。いやいやいや。まあでも、やっぱりこの、学生時代の、6年間、そこの仕事をやってるときに、やっぱり、まあ、自分の中では、誰よりもできるという自信はどっかにあって、当時は、アルバイトは週に1回の休みなんですよ。はい、でも、社員さんは週に1回休みとか、はいはいはい、人事異動もある、はい。ということは、僕たちいる部署はもう僕なんかがずっと専門でやってるような感じで、はい、で、他の社員さんとか、休みも多いし、人事異動もあるものですから、うん、僕の方が教えてあげるという立場になってて、でそういうことで 何名かの社員さんを、まあ、教育したっていうおかしいですけど、仕事を教えてあげたと、いうこともいろいろありまして、まあ、それいうのが評価されたのか、それで、まあ、社員だったら、残してもらえるということでね。やっぱりでも、まあ僕はそうでしたけど、ここの場所で一生懸命、この日は一生懸命頑張るっていうのは頑張りますけど、全体見て、めちゃくちゃ一生懸命頑張って、で、いろんな人をこう、なんか先輩とかうんぬんにも教えるとか、なんか変えていきたいとか、そんなこともやっぱ思わなかったですもん、僕、正直。で、うちのその、やっぱ、まあ、うちのというか企業さんの研修させていただいて、新卒の子たちっていうのも、ね、ずっと10年ぐらい研修させてもらってますけど、そんな思ってる子ってほぼいないですね。一年に一人はいないですね。だから多分二、三年に一人はいるかもしれないですけど、それはでもそんな意識で仕事をしてらっしゃって、で、ね、週6のバイトと週5の、社員さん。で、かといってじゃあその何かスキルか云々が変わるかって言ったら、もちろん、もしかすると頭の構造とかなんか違ったかもしれないですけど、けどいろんなことその経験と、ね、いろんなことをカバーしてやってらっしゃったと思うんで、そりゃでもやっぱり半分なわけになりますね、もしかすると。はあ。で、その希望が通ったと。そうですね、まあ、希望が通って、はい、まあ、僕は大学は普通大学だったんですけど、はい、まあ、希望したところが、まあ工業、まあ、機械の専門の部署だったもんですから、はい、で周りの先輩たちからいろんな人たちに、結構、なぜお前がみたいな。いや、そうです。え、なんでなんですか、でも、普通科だったんですか、普通科です。普通科から技術系でしょ？技術系、はい。はい、僕なんかこう工場で製造業の方仕事してるときに、やっぱトラブルがあると、はい、このトラブルの対応してくれる、このメンテナンス修理をする方がかっこよく見える。なるほど。そういう、物も直したいっていうか、こういう物も好きだと思うんですから、そういったのを、まあ、見て学び、このトラブルがあるときって製造が止まりますよね。その間それを見て学んだり、あとは呼ばなくても自分たちで直せるようなものを持ったり、で、そういうのをやってた、で、この部署に行きたいと。なるほど。かっこよく見えたんですね。そうですね。あ、でもそうですよね。なんか、なんとかレスキューみたいなもんですもんね。うん、そうですよ。ああ、わかるわ。いや、わかるわですが。いや、ここがね、多分ね、僕と、できる人とできない人のこう差だと思うんですよ。ここが、なんか、かっこいいわ。で、じゃあ、それ、僕、機械苦手なんですよ。もう、嫌いなんですよ、本当に。嫌いだから、できたらかっこいいけどいいわ、みたいな感じになるんですよ。でも、大体みんなそんな感じになっていくと思うんですけど、でもやっぱりその、さっきの、子供の頃の数学もそうですし、バスケもそうですし、やっぱなんか、一つのことを実際やられると、何かのその、理由があって、こうってなっていかれるような方なんじゃないかなっていうのを思ってる気はしてますけど、まあ、リスナーの方がね、いつも聞いてくれてる花ちゃんっていう子がいるんですが、これ男性なんですけど、その彼が、実は知ってるんですよ、その彼。僕の26歳の時の部下で、で、彼は、ラタテさん、こ
このラジオマジ面白いって言って、そうですね、で、その、面白いって言って、どんな人が来るのか、うん。で、この話をお聞きするじゃないですか。うんうん、お聞きすると、いやー、なんでなんだろうな、あの人はなんでなんだろうな、とかっていうのをコメントがたまに来るんですよ。それ多分、今回めちゃくちゃ多分ね、楽しんでいただけてるなと思うんですけど。さあさあ、そんなんで、機械の部署行きました。はい、機械の部署行かれて、うん、で、今度はどんなことをされたんでしょう。メンテナンスのことを学んだってことですかね。そうですね。はい、まあ、全然素人だったんで、はい、まあ、その部署の人たちからも、はい、今でいうパワハラみたいに受けましたけど、はい、まあ、それはそれでスタートライン、ね、僕はできないのは自分でも分かってますので、うん、それはいいと、うん。ただ、皆さんから教えてもらって、まあ、みんなに早く追いつくと、はい、いうことで、まあ、いろいろ、ね、教えていただいた感じですかね。うん、なるほど。またその教えていただいて、そのかっこいいその姿になりたいわけじゃないですか。そうですね。もしくは逆にその方が来られなかったとしても、うん、俺できるよっていうふうにこう、ですよね。で、また極められたんですか。そうですね。まあ、まあ、当時またいろいろとあの設備、新しい設備とかの入れ替えの時期とかだったんで、はい、あの、まあ、その時にこの、機械のメーカーさんに、はいはい、あの仕事終わってもずっと、きっついて、いろいろ教えていただいてたら、いつの間にかこの部署の中で、この機械に関してだけは僕の方が。だからね、いつの間にかってないですけど、絶対。はぁ、だからやっぱでもそこでも知りたいと思って。そうですね、もうメーカーさん、機械メーカーさんにもいろいろ、僕がど素人って知ってるんで、いろいろ教えていただいたり、この冷凍機のサイクルとか、そういったいろんなことを教えていただいたりしながら。さあさあさあ、今、そのお話をお聞きしているところからなかなかね、独立ヌントの話に実際になってこないんですけども、それから、よし、じゃあ俺、独立しようと思って独立されたんですではなくてですね、はい、まあ、あの、その大手の、大手さんの、はい、まあ、あの、会社さんが、はい、まあ、タイミング的に物流をしたりと。なるほど。いうことで、はい、たまたま、あの、僕の親父の方が、はい、この物流の、免許を持ってたもんですから、はいはいはい、一緒にやろうということで、うん、はい、この大手の会社が物流会社を作ったんですね。はいはいはい、で、その物流会社を作ったのはいいんですけど、なかなかこううまくいかないということで、それは仕事感ですね。そうですね、物流の流れがうまくいかないということで、うん、まあ、うちの親父もいるということで、この大手の役員さんから、はい、そこに行ってくれというお話があって、うんうん、はい、まあ、僕もこの機械、まだ入って3年だったんで、はいはい、今からこう勉強していろんな機械の、いろんなあの資格を取り、うん、こういう機械の仕事に就きたいと思ってたんで、はい、最初は拒んでたんですけど、はいはい、まあ、やっぱり役員さんの力は強くてですね、もう3ヶ月もすると、まあ、僕の上司とか、はいはい、組合とか、はい、そういったところに根回しがあって、はい、僕があそこに行くという話になんかまとまっちゃって。勝手になるほど。そうなんですよ。ああ、でも、うまくいってないところを、そこに吉田さんが行かれることによって、うん、うまくいくっていうふうに思ってらっしゃるから、そういうことなんですね。そうですね。まあ、今思えば、はい、あの、いいチャンスをいただいたかなと思います。当時は思いにくいですよね。当時はですね、まあ、あの、大手さんに、は、休みも多いし、はい、まあ、給与もボーナスもいいし、まあ、それが、この、まあ、子会社に行くと、労働時間は倍だし、給料は減るし、うん、まあ、そういうのを考えると、なかなか、うん、違う環境というか、うん、まあ、行きたくない環境であったんですけど、うん、当時は、もう、なぜっていうことでしたけどね。まあでもそうですね。やっとなんか、僕が、あの、よく触れてる若者に、あ、今あったような気がします。よかった、よかった、逆に。まあでもそれで行かなきゃいけないことになりました。はい、うまくいってない、はい、立て直す。そうですね。はい、まあ、当時は、あの、まあ、急遽作った会社だったんで、はいはい、寄せ集めの人たちで、はいはい、まあ、個人採用っていう形で組織ではなかったんですね。はいはい、で、それであまりうまくはいかないのは、やっぱ効率が悪いと。はい。ということで、まあ、その、みんなの、はい、個人が与えられている仕事の壁を取っ払って、うんうん、組織で全員でやろうという形を持っていって、はい、まあ、それからもう、2、3年ではすっぷろちになるわけですね。でもですよ、でも大体部署ごとに、俺はこれやる、これやる、これやるっていうふうに、うん、はい、配属されてるわけじゃないですか、そもそも。配属そうですね。
まあ、僕の場合はもうその部署っていうのはなくて、部署というか、まあ、たあの仕事の内容が違う形で、まあ、部署分けもされてない、まあ、人数は100名ぐらいいたんですけど、それをまとめるという形でしたかね。でもやっぱすごいっすよね。その、うまくいってない2、3年ぐらいでみんなで実際やっていって、で、協力してやっていきましょうと。っていう形の流れを実際作られたの。そうですね。どうやって、そこ今度、人の感情とかね。そうです。そうなってくるんで、やっぱり、まず、みんなの誕生日を控えて。出た。はい。その誕生日の人のために、ちょっと仕事を早く終わらそうとか。ああ、なるほど。そういうことで、まあ、誕生日を本当にするだけの時間を作りたいということでみんなで協力していこうということからスタートして、でそれから数字も上がってくるんで、うんうん、上に掛け合って給与のアップとか、うんうん、そういったこともお願いをしていけばやっぱり従業員のモチベーションが変わってくるきますきますいう形ですね。ああ、なんかあれですよ、やっとなんか最終、今の会社がこうなってるところの話は実際見えてきましたけど、いや、でもそうですか。そこでその立て直した。じゃ上層部からは、いや、もうすごいね、ありがとうってなるじゃないですか。はい。いろいろ、そういう形で、だったんですけど、まあ、調子がいいもんですから、なぜか、上層部の、お友達とかが入社してきて。お友達が入社してきて。まあ、僕の上に着くわけですよね。なるほどね。はいはい、なるほど。うん、はいはい。良くないことがね、うん、実際こう良くなってったりすると、こう来るわけですね、はいはい。まあ、そういうこともありつつなんですけど、まあ、タイミング的にうちの親父がですね、同じ物流としても、まあ、一次配送と二次配送っていう形、はいはい、まあ、一次配送っていうのは、港から原料を、まあ、工場とか倉庫に届ける。直送する。はい。で、二次配送っていうのは、できた商品を、はい、まあ、大手のスーパーさんとかセンターに配達するっていうものだったんですね。はい。で、それで、うちの親父の方は一次配送が得意で二次配送が不得意だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、会社の方から、まあ、その不得意でなかなかこう力発揮できないということで、好意で、まあ、分社したらどうですかというお話をいただきにして、あ、なるほど、いいですね。はいはい、それで、まあ、分社をするということになりました。はい、あ、なりました。お、なんかいいんじゃないですか、めっちゃ。そうですね。まあ、その時は確かにいいお話だと思って、まあ、うちの親父は喜んでたんですけど、僕はまだその会社で、まだ、はい、建て直し途中だったもんですから、はいはい、親父と一緒に抜けるかどうか、そこは悩みましたけどね。なるほど。さあ、悩んで会社を作るっていうことに実際になっていくんですけど、はい、さあ、順調でいったのか、今ね、すごい順調ですけど、順調でいったのかどうなのかっていうことをまたお聞きできればなと思ってます。一旦ここで中盤で。なんですけど、本来はここで一歩ソングをね、皆さんに聞いていただくんですけど、何かありますか？デザイさんって言ったら、その時期その時期にいろんなのがあるから、わからんって言って、あ、そうですね。絞れないですね。絞れないと。ということなので、今回は音楽なしでずっとね、いろいろこう、もっと今から興味あるデザイさんの話をお聞きしようと思います。はい。じゃあ、皆さんね、後半に入ってまいります。さあ、楽しくないですか今日。いや、楽しいってのは怒られますけど。さあ、会社を作るお話が実際になって、会社を作りましょうと、はい、っていうことに実際になったんですけど、はい、まあ今、会社ってね、簡単にパッと作れるところなんですけど、はい、普通のなんか、許可制の会社とかじゃなければ、大変だった。そうなんですよね。もともとこの一般貨物運送事業っていうのは、はい、認可制。認可制。当時は認可制だったんで、はい。いくらこう会社を作ろうにも、はい。こう許可を持ってる、認可を受けてるところの、うん、から譲渡譲受で、はい。許可を、まあ、譲ってもらえ、わないといけないと。あ、なるほど。決まってるんですね。うん、もう何社って個人としては決まってて。はい、で、そこの許可を、がないと、できないっていうのだったんですね。なるほど。まあそういうこともありまして、はい、じゃあそういうところの許可を探して購入して、はい、まあ、営業するっていう流れだったんですけど、はい、たまたまこのタイミングでですね、はい、物流の法律が変わりまして、はいはい、これが許可制、もう認可から許可に変わる。認可から許可に変わる。はい。はい、で、まあ、認可許可というのはこうまた許可の条件がありまして、はいはいはい。
まあ、条件的には、まあ、車、車両が5台以上。はい。5台以上。はい。国家試験を運行管理者、整備管理者。はいはいはい。あと3年間の事業計画。なるほど。を見て、まあ、この会社だったらやっていけるねっていう国の許可が。なるほど。ないと作れないと。はい。いうことになりまして。はい。まあ、それで、まあ、分離するときに、本社に対してスタートでそういう形がないとできないんで、もともとの1台からスタートっていうのはできないということになってますので、それで、そうか、はい、それで、こう、まあ、沖縄で言うと、沖縄総合上局の方に相談に行きましたら、はい、ちょうど法律の改正もありまして、うん、こう、時間がかかると。うん、まあ、善意で分離の話をさせてもらった、うん、前者の方には、うん、時間の制限がありまして、はい、まあ、大体半年ぐらいでは、まあ、ちゃんと組織ができて、運用してないと、この話はちょっと厳しいですよ。なるほど、なるほど、うん。期限があったんですよ、ね。はい。それを言ったら、で、総合事務局と話したらもう全く無理で、1年ぐらいかかりますと。うん、ああ、なるほど。はい。会社設立までに。あ、できないじゃないですか。そうなんですよ。はい、それでまあ困ったと。はい。まあ、まあ、従業員も呼びかけて、はい。まあ、分離して、新しい会社に来てくれる従業員もいましたので、はい。はいはい、もう会社ができないととにかく困ると。うん、そりゃそうですよね。そうじゃないと、この人たちまで、まあ、職を失うという、うんうん、ことになって、もうそれからもう毎日ね、総合事務局の方にお願いできました。うんうん。そしたらたまたま、もう本当に総合事務局さんも、今まで国のイメージが悪いと。はいはい。いうことで、ちょっとまあ、イメージを良くしようということで、うん、ではっていう、この、では僕が、司法書士を使わず、はあ、使わず、はい、自分で一からやるんであれば、うん、ちょっといろいろ無理ゲーじゃんか、今で言う忖度ですか、はいはい、してもらえるという話を聞いて少し安心したんですけど、でも待てよと、はい、総合事務局はそもそもなぜ、総合事務局じゃなくて言って、司法書士とか行政書士はなぜいるんだろうと思ったときに、はいはい、まあ多分手続きが難しいから、うん、なかなかで任せられる事務屋さんなんで、うんうん、で、それを僕ができるのかということで、はい、まず無理だ。無理だと思いますね。無理だと思います。はい。でそしたら、まあ、本当にこの、担当、総合事務局の担当者が、はい、お前どうせ無理だろうと。うん、はい、はい。じゃあ、俺の部下をつけると。はい。一緒にやると。はい、はい。いうことで、部下をつけていただいて。あ、なるほど。はい。で、それから、じゃあ、そうで安心したんですけど、すごい文書なんですよ。はい。で、文書も当時はまだパソコンじゃない、パソコンもこういう、はい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 、普及してませんので、はいはいはい、はい。ワープロで、はい。ワープロで一から、書式から作らないといけないと。ああ、書式から、はい。あ、そっか、大変。それで、書式からとりあえず、ワープロをやったことない僕が、はい。まあ、ワープロを練習して。しかも変換も簡単にいかないですよね。最近みたいにこうなんか予測検索ではないですもんね。ないですね。ああ、そっか。でも皆さんこれお分かりですか？そもそも1台じゃできないので、車も5台用意しなきゃいけない。しかもその管理者も1人2人いる。うんうん、で、でしょ？あと人も実際いるし、土地もいるし、そう、で、車もいるし、だからお金もいるし、そうです、全部揃えていくやり方しながら、揃えながら、認可を取りに行く。めちゃくちゃだな。すごい無理ゲーだな。で、それが、その方の実際、なんとか国のイメージを変えようっていうようなことで、はい、救世主であって、まあ、すごいめちゃくちゃ勉強されて、そうですね、それが、まあ、この、約束の期限の3日前に会社ができまして。すごいな、はい。まあ、まあ、その、総合事務局さんのお力もありまして、もう、ギリギリ。はあ、いや、3日前ですもんね。そうなんですよ。はあ、いやいや、おめでとうございます。こんな会社作るのが大変なイメージないですもんね。はあ、で、会社ができて、これ、まあ、あれかってごめんなさい。っていうことは、その、まあ、いろんなターニングポイント多分あると思いますよ。うん、その、幼少期の時から、数学のこともそうですし、バスケで負けたくないってこともそうでしょうし、
で、部下、大学になってね、バイトされてうんぬんということもそうだと思うんですけど、ここのターニングポイントって、救世主になるんですか？救世主じゃないですね。はい、どうですかね。一人恵まれたのか、タイミングが良かったのか。なんかやっぱり、その、川上さんも、ご紹介いただいた川上さんもそうですけど、はい、何かの人って、何かのタイミングで、その必要な人が出てきますよね。なんか厳しいというか。そうです、そうです。いやでもそれで、その方があって、なんとか3日前でできて、はい、さあ、もううまくいくんでしょう。そうですね。まあ、それで会社はできましたと喜んでてたんですけど、はい、まあ、仕事がですね、3ヶ月で急に、減りまして、はい、もう、一年持たないだろうと。もう、どう計算しても一年持たないだろうというぐらい仕事が減りまして、もうそれで、まあ一緒に立ち上げで参加してくれたメンバーには申し訳ないと。うん、まあそれで、まあ銀行さんの方にお願いをして、運転資金を、まあ、借り入れしてですね。でそれで運転資金でこう、まあ、とりあえず従業員さんの給料を払わないといけない。はいはい、まあ、あるお客さんの支払いを、うん、まあ、待ってもらう、ま。1ヶ月待ってもらう。うんうん、そうですね、はい。そういうことをしながら、これじゃいかんということで、僕ももともと製造型だったんで、はい、この沖縄の物流っていうことも、やっぱりこう、勉強しないといけないということで、うん、トラック協会の、うん、はい、青年部の方に入られて、はい、入って、まあ、まず青年部の方々からいろいろ、まあ、沖縄の、うん、まあ、流通物流の話をいろいろ勉強させてもらい、はい、でそれをまあ独自で持ち帰って、まあ、原価計算、運賃をどういうふうにして出すのかとか、はいはい、そういうのをちょっと、まあ、たまたま数学が得意だったもんですから、はい。うん、まあ、それでいろいろ弾きながら、まあ、独自の運賃。当時はですね、運賃って相場っていう言われて、はいはい、運賃の話したら皆さん相場相場って言うんですよ。うんうんうん、ただこの相場がですね、あまりにも安い。うんうん、当時は、いつまたっても人員も大変だろうな、というのもありまして、まあ、自分で原価計算をしてやったんですけど、はい、まあ、最初はこんなの通らず、はい、なかなか、はい、で、それでまあ、要するに、運送屋さんの下請け、孫請けで、はい、窓なんか繋いで、うんうん、いろいろこう、実際の現場を経験して、はい、だっていうと状態ですかね。あ、そうですよ。なんかここがまた一つのターニングポイントで、さっきの時給の470円とか、380円とか、はい、これも相場じゃないですか、ぶっちゃけ。でもそれを、相場からこうだからじゃなくて、例えばこういうふうにしないと生きていけないからとか、ご飯食べれないから、従業員さんの云々のこの生活とかってまでできないからっていうところから原価計算されて、で、これでやってくれないかっていうふうな方に変わっていき始めたんですよね。でも、そこに変わっていくのって、最初から理解されないじゃないですか。そうですね。最初はですね、まあそういうことは意識はしてなかったんですけど、やっぱりどうしても従業員さんの方が、はい、まあ、10名でスタートしたんですけど、はい、まあ、3年ぐらいで、うん、半数の5名が、まあこの会社は楽しいけど、飯食えないと。なるほど。いうこととかで退職された従業員がいて、もうそれが悔しくて、はい、じゃあどうしたらこの人たちの生活守れるんだろうっていうことで、うんうん、この人たちがじゃあ、生活するには年収どれだけ必要なの、うんうん、でそういったことから原価計算、人件費っていうのを計算出して、まあ、運賃っていうのを計算するようになったんです。なるほど。で、計算するじゃないですか。で、出すじゃないですか。はい、でそれをお客さんの方に、うちはこうこうこうだから、こんだけのくださいって言われるわけじゃないですか。普通のじゃないですか。普通のなんですけど、まあ、この3年間、まあ、苦しいながら、やっぱりこうお客さんの立場になって、うちのメンバーが仕事をしていただいてたんで、はい、やっぱり、そういったお話をすると理解してくるお客さんも結構いまして、でそれでどうにかこうにかこう続いていきたという感じです。あ、いやいや、でもね、じゃあ、そんな簡単にどうにかこうにか続かないんですよ。ですよね。でも、その、給料を上げたい、うん、で、もう、まあ、元請けとかお客さんからすると、はい、それはお前の勝手やんって話も実際あると思いますし、はい、でも、じゃあ実際その費用対効果ですから、
給料上げるんだったら何やってくれるねんって話になるじゃないですか。うん、運送会社ってやっぱりその運び屋であったりだとか、運んでおしまいみたいな感じあるんですけど、そこがなんか変えられてるんですか？そうですね。弊社の場合は、もともとやっぱり予想の運送さんとの、はい、まあ、ちょっと差別化みたいなもので、はい、運ぶだけではなくて、はい、商品によっては先入れ先だし、はいはい、まあ、掃除して入れ、この荷物を置く、はい、あと在庫管理とかいうのを、まあ、普段から、まあ、そんなに仕事がなくて忙しくなかったもんですから、そういったソフト面をちょっといろいろやってたら、はいはい、そういうのがお客さんの方にからの評価いただきまして。今、ホテルのケータリングをやってらっしゃるじゃないですか。で、やってらっしゃって、すごいもう皆さんが、ご存知の、まあ、大手な、ホテルなんですけども、そこのところに実はケータリングもされるときっていうのも、はい、ただケータリングって、はい、な、バーベキューセットですとか、なんとかセットです、うん、はい、物置きましたって言って、グッバイの話だと思うんですけど、そこも違いますもんね。そうですね。まあ、当初、この、ホテルさんのケータリングしてた、まあ、大手の物流関係の方々、はい、やってたんですけど、はい、その方々は運ぶだけで、はい、もう運んだら、ケータリングの間はずっと車内で待機、うん、はい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 、よくある傾向ですね、光景ですね、はい、でも弊社の場合は、まあ、この時間で計算してるんで、はい、その待機時間も労働時間なんです。それで、じゃあ何ができるかということで、ケータリングっていうのはまあ華やかな表舞台と裏舞台があって、はいはい、その裏舞台も結構大変なんですね。大変です、あれ。その裏舞台のお手伝いを、弊社従業員は、まあ、やってもらって、うん。そうすることによって、そういうのを、こう、視察に別のホテルさんが来るんですよ。はいはいはい。そうすると、まあ、ホテルさんの方から、うちも、やってくれないかとか、はい、そういったお話をしたり、もう僕も実は高校の時にホテルでバイトしたんで、はい、そういったケータリングも、まあ、ノウハウも少しあったんですので、はい、で、そういったことで、こちらからのケータリングに対しての内容で、まあ、車の手配とか、そういったこともこちらが提案したりしてるうちに、どんどんそれが広まって、うん、まあ、もう、今、まあ、ケータリングでは、そうですね、9割は弊社かな。うわ、すごい。いや、その、あれなんですよね、その、すごい好きなお言葉というか、うん、過剰なサービスって言ってらっしゃったじゃないですか。うん、過剰なサービスって言葉的にはどうなんやろみたいなのがありますけど、うん、でも、モットーとされてらっしゃることって、うん、その、過剰なサービスっていうことなんですか？過剰というか、まあ、これをやることによって、弊社が、まあ、ペースを握れると、はい。仕事に対して。どうしてもお客さん主導だと、隙間だらけなんですよ。はい、A っていうお客さんと B っていうお客さんが、もし同じ仕事バッティングした日時で言うと、はい、車を見ない必要なんですよ。はいはい、でも、弊社の方で、まあ、その運ぶタイミングを任せていただければ、一台でできるんですよ。はいはいはい、午前でできて、午後でやったり、はいはいはい。そうすることによって回転率が上がるんですよ。弊社の車の、回転率が上がるんですよ、はい。そうするとパズルをうまく組むように隙間を埋めるもんですから、従業員を長時間働かなくていいんですよ。なるほど。はいはいはい。従業員を働く時間短くして、うん、まあ、効率のいい、はい、運賃をいただければ、まあ、従業員に対してもプラスだし。いや、そうなんですよ。その、ここの、皆さん、なんとなくしか見えないかもしれませんけど、これ実は、廃車の、廃車表そうですね。廃車になって、もうその空車、荷物を運んでるよっていうことと、終わって帰ってくるよっていうのは、その空車廃車っていうことが、実はこう一目瞭然で実際見れて、はい、で、そこでここ大変だってみんな手伝いに行ったりするんですよね。そうですね。それを廃車運っていうのを、社長がやってるんじゃなくて、廃車の人とかみんながやってるんです、はい、廃車係を中心に、従業員みんなで相談しながら、この時間だったら、自分応援に行けるんで、っていうと、お客さん、荷主さんに対して、時間を30分ずらしてほしいとか、はい、いうことを相談するんですよ。はい、そしたら、あ、いいですよってなるじゃないですか。はい。荷主さんも、いっぱいこう、うちのメンバーが来て降ろしてくれれば時間も早いし、はい、楽じゃないですか。はい。だから、1時間とか2時間でも待ってくれるお客さん結構いるんですよ。はい。弊社の場合は。はい。いやいや、そうなんですよ。いや、だから、なんかその、さっきのね、過剰なサービスっていうか、ね、もう、このことを得たいんだったら、こういうふうにしていきますよって、プラスアルファのサービスであったりとか、それが
まあ本当によく言われる話でしょうけど、うん、なんか痒いところ手が届くであったりとか、うん、プラスだろ混乱してくれたらいいのになっていうことを地でやってらっしゃるなってことはすごいお聞きして、うん、で、あれですよね、それこそだって利益が800万しかないのに、うん、来年の、人件費は1000万円みたいな話とかお聞きして、はい、で人件費率もだってめちゃくちゃ高いですもんね。そうですね、弊社の場合は売上の 57%、8% 人件費なんで、いやいや、なかなかないですね。なかなかないというか、でそれで僕もここにね、うん、今、会社来させてもらってますけど、うん、なんか従業員さん、社員さん、社長さんが、あれだこれだそれだって動かれるんじゃなくて、やっぱなんか社員さんが皆さんおのおので動いてらっしゃるとかっていうのを感じますし、うん、あの、こっちに駐車場あるんですけど、うん、終わった後のあの綺麗なね、すごいなんかみんな考えてやってらっしゃるじゃないですか。うん、しかもだって5時にはもう夕方5時にはいらっしゃらないでしょ。そうですね。弊社の場合はもう朝2時から、あの、最初の転校する運行管理者が出勤しまして、2時半からドライバーが来ると。はい。で、それで転校して、2時半朝の2時半。朝2時半いや、はい。で、まあ弊社の場合は、あの、あ、そっか、そうですね。夜も配達しなきゃいけなかったですよ。はい。ということで、まあ、大体もう、4時には、ドライバーさんが全員も、帰らないで。すごい。ああ、まあでも、健康的にもいいし、深酒しちゃ実際なんですね。なるほど。さあ、いや、それで、まあ、そろそろ、めちゃくちゃ早いんですけど、うん、今日は、そろそろ終わっていかなきゃいけないんですけど、うん、まあ、今、のリスナーさんで一歩前に踏み出せないとか、はい、やったんだけど、うーんと思ってるとか、うん、そんな方が、そんな方もお聞きになってらっしゃるんですけど、うん、まあ、今その、一歩前、何か一ついけないことであったりとか、うん、まあ、今後逆に、こういうふうに、ね、なんかアドバイスっていうのが実際あれば、はい、どんなアドバイスいただけるでしょう。そうですね、まあ、一歩前にっていうことは、はい、まず、いろんなことにまず挑戦をすると。はい、失敗を恐れる。まあ、情報が先に入って、これすると失敗するよっていうことでし、やらないよりは、はい、自分の考えを入れて挑戦をしてみると。挑戦ということで、それが失敗をしたことが実は成功。はいはい、真の成功につながるんじゃないかなと思ってますので。はい、やっぱり、まあ、このご時世なかなかこう失敗は許されない時代なんですけど、うんうん、それをまあ恐れず、やっていかないと成功はないのかなと。なんか、今日は、余計に染みますね。ありがとうございます。いやー、ちょっと、これ、続きをですね、こう番外編で、飲みながらの、これを今度撮りたいなと思います。ですね。やりましょう。なんか、松本慎介みたいなあったじゃないですか、私。あんな感じでこうやりたいなと思いますので、ね、なんですけど、その最後に、笑っていいとも方式ですけど、はい、ご紹介いただける、方、はい、またなりますでしょうか。次、私のが紹介したいのはですね、はい、まあ、沖縄の会社ではないんですけど、はい、横浜運送の三輪社長。三輪社長。はい。三輪社長はですね、まあ、先ほどお話ししましたが、沖縄県トラック協会の青年部の時に、はい、神奈川の青年部の、はい、方で、はい、で、沖縄に来ていただいて、はい、で、まあ、沖縄にも実は沖縄が好きすぎてですね、はいはい、まあ、沖縄に住まいもあり、はい、で、沖縄にお店も、はい、カフェを、はい、おさってて、素敵、はい、そのカフェもですね、当時はなかなかこう、人も、はい、入らなくて、大変だったんですけど、うん、今はですね、2時間待ちとかですね、まあ、すごいぐらいの、すごいカフェをなさってて、で、彼のすごいところは、タクシーより飛行機に乗る回数が多いというぐらい、全国というものが出てですね、はいはい、全国のネットワーク周りの、はい、全国のでも仕事をしてると。はい、で、沖縄が大好きで、月の半分は沖縄に。最高。っていう方で、まあ、彼も尊敬する、まあ、先輩であるんですけど、ぜひ、宮社長、よろしくお願いします。楽しい。絶対面白いもんね。面白い人たちですけど。さあ、これどっかで巻かなきゃいけないところになるかもしれませんけど、いや、でも本日ね、すいません、本当今日ありがとうございました。有限会社丸吉運輸社長の吉里邦夫さんでいらっしゃいました。もう皆さんどうでしたか？すごいこうね、いろいろこうためになったというか、いろんなことがあるんだなっていうようなことが伝えられたと思います。
ぜひ次今度あの例のおでん屋さんで飲みながら食べながらして、はい、OK、 OK だと思います。あ、まずか、はい、楽しみと思います。ありがとうございます。じゃあすみません、今日は皆さんありがとうございました。ヨネさんありがとうございました。